はい、ロイズ屋でございます。さっきの火事の続きなのかわかんないですけども、まとめられてるっぽいので、とりあえず、報告ですかね。えっと、八王子のあのアクロスモールで、えっと、火事があったみたいで、これかなあ、これ違うシャッター閉じてて、まあ、消防署と、消防車めっちゃ来てたんですけども、 これかリアルガチってまあこれなんですけどもなんか車両が燃えてたらしくってまあ車燃えてるっぽい火事らしいっていうことでまあそういうことらしいですねなんなら今日もう一件火事起きてるみたいで松ヶ谷団ちってどこだかわかんねえな ピナのうーん車が燃えてるってことらしいっすね怪我にケガにいたんかな情報は SNS で拡散されるってうーん、えー、らしいなどうなんだろうな怪我にいたんかな火事になった 避難な最寄りのゲーセンで結構みんなつぶやいてますけどもまあ言うて俺も遊んでる最中にあの火災報知器になったんでとりあえずだよねこれとっても臭いですって誰なんだろうなこれうーんしめっちゃ のんきやな。てか、上にいない方がよかったんじゃないかな。あー、てか、あれか、結局防火扉閉まってるから、逃げようにも逃げられないのか。という感じですね。まあ、自分はそのまんま外出て無事だったんで、まあ今、この石で撮ってるんですけども。まあ、あんまり笑いながら行くもんじゃねえなとは思うんですけども。 まあ、一応無事だったよっていう報告、とりあえず、以上でございまーす。